ミラーズには2010年のアメリカ合衆国のホラー映画、キーファーサザーランド主演の2008年のホラー映画、ミラーズの続編である。本作は日米共に劇場未公開作品であり、アメリカでは2010年10月19日、日本では同年11月26日にそれぞれ DVD が発売された。前作との違いは鏡の中の何か、 に人情が追加されている。事故で婚約者を失ったショックからマックスはカウンセリングを受けながらの生活を続けている。ある日、実業家の父、ジャックの提案でマックスはジャックが新しく回転させる、デパートの警備員をやることになる。しかし回転準備が進む中、マックスは鏡の中に幻覚を見るようになってゆく。そしてその幻覚通りに、 デパートの責任者たちが次々に開始してゆく。鏡の中に現れる幻覚の女性が失踪した、エレノアという女性であると突き止めたマックスは、彼女の姉、エリザベスに会う。エレノアを救うため調査を開始したマックスとエリザベスは、デパートの責任者たちが、エレノア失踪の首謀者であると確信する。やがてデパートの地下で、 エレノアの遺体を発見するが、そこで二人は事態を隠蔽しようとする責任者の一人、ケラーに遭遇し彼に襲われる。絶体絶命の中、鏡の中にエレノアが現れる。カッコ内は日本語吹き替え。ありがとうございます。